たの心にイルハート、イエーイ、女神や、女神や、女神や、女神ら、イエーイ。すいません、ちょっとカットで。みんな、イルハート、女神ミラクルフォースに参戦しました。マジ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 。いや、誰だよ。てか、スペクトラルフォースって何ですか。こっちはテンション爆上げ中なんで、余計な茶茶入れないでもらっていいですか。メガミラー大好き。気を取り直して、イルハート好評配信中のメガミラクルフォースに参戦しました。いや、なんかね、コンパイルハートのキャラがたくさん出るゲーム噛んでないです。4月1日から4月の4日までの間にリンクカードっていう装備で登場したんですけど、いや、なんかエイプリルフールの嘘とかじゃなくて本当に参戦したんですよ。見て、これほら、開催期間、イルハートのリンクカードをゲット。わかんないんですけど、リンクカードっていうね、装備で登場したんですよ。なんか、これはね、画像とかね、イルハートが作ったんですよ。みんなゲットしてくれましたか。ん、あ、イルハートは本当に泣いちゃう、泣いちゃい。あ、イルハート密売、密売。次、イルハートのリンクカードスキルがクソ雑魚なめくじ。装備カードだったんですけど、次はね、プレイヤブル化を目指していきたいと思いますので、その時はね、みんな絶対にゲットしてください。いや、これからもね、メガミラクルフォースを、そしてイルハートをよろしくお願いします。いや、ほら、あれですよ、ネスちゃん出るし、他のね、作品からも可愛い子がたっくさん出るんですよ。あとね、あの子出る、ポンポンポンみたいな子、あとね、うなじから毛生えてる子も出ますので、やってください、イエーイ。メガミラクルフォースをプレイ、もちろんですよ。なんて言ったって、自分が登場するんですから。もうね、自分のリンクカードゲットできなかったですけど自分のリンクカードゲットできなかったですけど。なんで急に黙るんですか。そういうのちょっと、待って、あまり上がらないでください。もうねえ、もう、あれ、メガミラ、メガミラ、メガミラって略すことなら知ってますから、メガミラクル、そう、メガミラクル。あと、あれですよ、今こそさ、コンパちゃんとメガミラクルしてコンパイルハー